そう。よう、お前の調査に来たのか。ちょうどいい。俺たちと一緒に行かないか。そう来なくっちゃな。お前が一緒だと安心感が違うぜ。ちょっとゼノ、私は？はいはい、エコーさんも十二分に頼りになりますよっと。なんか最近私の扱いが存在になってきてない？いい加減独り立ちしろってことだよ。お前さ、いっつも俺とばっかつるんでてつまらなくないのか？そんなわけないでしょ。あ、聞こえねえぞ。うるさいバカ。ほら、こんなバカほっといて行きましょう。そうくん、なんだってんだよ。まあ、あんだけ元気がありゃ大丈夫か。それより気をつけろよ。なんだか嫌な空気だ。
code distraction. そこでうごめいてるような揺れ方だ。うごめいてるって何が？ちょっとゼノン。要するにですね、ここは危険ということです。え、いつの間にそこに？ああ、すみません、驚かそうとしたわけじゃないんです。そう警戒しないでください。あなたたちと同じアークスですよ。おいおい、冗談だろ。あんたがただのアークスだったら俺たちはどうなっちまうんだなあ。六房金工のさ、カスラさんよ。六房金工ってアークスの一番上の？私のことをご存知なら話は早いですね。六房金工の一人として早急に引くことを推奨します。脅しではなく本気で。と言って一人で住むというのが六房金工として正しい対処だとは思うんですけどね。こうしてお会いできたのも何かの縁。よろしければご同行願えませんか？しかしいいのか？六房金工さんは足手まといになっちまうかもしれないぜ。大したことありませんよ。私は情報収集専門。戦いは増えたです。正直一人で住むのは不安なだけです。ですからどうか立ち続くことなく一アークスとして応対してください。私の知ることも三つ柄説明させていただければと思います。どうやらのんびりと話している時間もなさそうだな。一緒に行くしかないか。助かります。皆さんよろしくお願いしますね。
てこんなにダーカンが。まったくだ、キリがねえ。おい、カスラさんよ、ここで一体何が起ころうとしてるんだ。私としても伝聞の知識ですが、40年前にこのナベリウスで何が起こったかご存知ですか。あなたはお調べになられていたようですね。そう、ダークファルストの決戦です。40年前、この惑星で初代レギアス、初代クラリス・クレイス、初代カスラがダークファルスを撃退したのです。ダークファルス、どういうことだよ。この惑星にダーカーが出始めたのはつい最近のことだろう。それは嘘です。そんな、アークスが嘘をついていたというの？ええ、そうですよ。ダーカーの侵略がなく安全な惑星と偽ることで注目をそらす。そうすればごく普通のアークスはこの惑星に価値を見出さず近寄ることが少なくなる。下せねえな。そんなことして何の意味がある？ここに何を隠してるんだ？アークスを支える虚構がここには隠されているんですよ。ダークファルスは倒せるもの、そうアークスに信じ込ませるための決定的な証拠を隠している。ただ、おやおや、それ以外にも随分とギャラリーが多いな。ゲッテムハルト、てめえここで何してやがる。ピクニックだよ。ふざけんな。この冥道はてめえの仕業か。ピーピーうるせえな。おいしいな、まだかよ。もう少しです。あれはクラリスさん。そんな、失われたはずのあれがなぜ。所有登録者の書き換えも済んでいる。いやでも、ならば全て合点がいく。封印がほころんだのも何もかも。解放がなされたら終わりです。彼女とクラリッサを引き離さないと。させねえよ。なあ、わかんだろ。すっげえ楽しいことが起こりそうって。なあ、お前ならわかるだろ。ゾクゾクするだろ。この突き刺すように渦巻く悪意が。ゲッテムハルト、てめえ狂ったか。うるせえゼロ。俺はもともと狂ってるんだよ。
いいぜ、楽しいぜ。戦闘橋が4人がかりをしのぐんじゃねえよ。おいしいな。どうした、まだか。もう少しなのですが。マハルト様、お前を俺のためなら何でもしてくれるんだよな。もちろんです。そっかそっか、嬉しいな。じゃあな、すまねえが死んでくれ。ケッテムハルト、てめえ。だった、おっかねえな、ゼノ。なんでてめえが怒ってるんだ。味方を手にかけやがったな、その子。ケッテム・ハルト様、シーナはお役に立てましたか。ああ、十分だぜ、シーナ。これでようやくヤッコサギが出てくる。まさか、そんな方法で。なんだ、このホトルの本気はダークファルスの復活。ほら出てこいよ、ダークファルス。てめえ強いんだろ、最強なんだろ。見せてみろ、その力を。全部奪っていきやがった、そのふざけた力を俺に見せやがれ。打ち破ってぶち殺してやら、てめえの全部を俺が殺して殺して殺してやる。あ、なんだこりゃ。なんこりゃ。ふざけんじゃねえぞ、てめえ。ゲッテムハルト、ダメです。近寄ってはあなたも取り込まれます。取り込まれるだと。おい桂さんよ、あんた何を知ってるんだ。先ほどの話の続きです。40年前、アークスはダークファルスを撃退しましたが、倒すことはできませんでした。私たちにできるのは封印を施すことです。それを倒したと偽り、この辺境の惑星に封印し続けてきました。ダークファルスを倒せるものと、アークス全員に信じ込ませるために。なんだと。それじゃあ、あの石碑にはダークファルスが封印されていて、そして今、その解けるはずもない封印が解かれてしまった。どうなってやがるんだ、クソが。俺の中に入ってくるんじゃねえ。ダークファルスも本質的にはダーカーと同じものです。すなわち他者を侵食し形を成す。クソ、クソが。死ぬ、おい死ぬ。俺は、我がここは我が、そうか。久しいぞ、甘美なる大地よ。嬉しいぞ、鮮烈なる聖剣よ。我が闘争のための場。
てのハルタじゃない。てめえ何者だ。一生を待つ。我はエルダー。アークファルス、エルダー。ダークファルス、エルダさぞ血に飢えていたとみる。王国へアーツ、初の戯れの相手、貴様たちに与えよう。Yeah!
ですからね。二人でしたら時間を稼いだ後逃走することも不可能ではありません。でもゼド、うっせえ、聞き分けろ猫。命令だ、怪我人連れて撤退しろ。すまねえ、ここは俺にカッコつけさせてくれよ。こういう時に先輩が決まらなきゃ見せ場がなくなっちまうだろ。ゼノ、絶対に帰ってきてよ。約束破ったら許さないから。待ってるよ、うるせえな。待ってくれたのかい。ずいぶん話のわかるダークファルスだな。戦うべ意志なき者は鬱に値せず。お褒めの言葉ありがとよ。じゃあな、一丁踏ん張ってみるかね。参ります。何あれ、何なのよあれは。まさかあれがダークファルスだっていうの。ゼノ、ゼノ